履行お手軽箱スキャンサービス重要事項確認はじめに履行お手軽箱スキャンサービスの申し込みに際し下記に記載する重要事項をご確認の上担当者がお持ちする重要事項確認書に署名捺印をお願いいたします重要事項1 対価金額及びご請求本サービスの対価金額は注文時に確認した箱数に基づき算出される金額となります専用箱発送後1ヶ月以内に電子化のご依頼がない場合案件はキャンセルとなりキャンセル料が発生します重要事項2本サービスの提供条件 本サービスではマイナンバーや個人情報を含む書類はご依頼いただけません混在がないか事前にご確認くださいご利用のご案内資料をご確認の上適宜必要なお手続きを実施いただきますようお願いします本サービスでは業務手続きにおいてクラウドサービスを利用するためインターネット利用可能な環境が必要となります 本サービスの対象はお客様が著作権等の知的財産権などの権利を適法に有するもの、または事前にお客様にて権利許諾を得ているものであることを前提とします。第三者の権利侵害について当社は一切責任を負わないものとします。本サービスは以降に記載する電子化使用書の範囲内とし、使用変更は一切行いません。 専用箱到着日から1ヶ月以内に電子化をご依頼いただきますようお願いします。本サービスの現行発送回数は1回のみとなります。分割での発送はできません。重要事項3データの消去について、成果物引き渡し完了後1年間が経過した場合、本サービスに関する電子データをすべて消去します。 研修後の本サービスに関する電子データの引き渡しまたは再納品はできませんのでお客様において成果物のバックアップを実施することをお勧めします重要事項4移送時の梱包をお客様に手箱詰めいただき蓋を閉めてテープ止めし風呂管シールを添付の上運送業者へお引き渡しください 運送業者に引き取りを依頼する際には佐川急便セーフティーサービス便利用の旨をお伝えください詰めすぎ等による移送及び着火時の散逸破損事故等については弊社及び運送会社は責任を負いかねます重要事項5お預かり時の数量確認 本サービスの対象となる紙文書原稿の数量確認単位は箱数となります。箱内の詳細な数量等の確認は行いません。作業完了時にはスキャニング数量、ページ数をご報告いたします。重要事項6。移送方法を お客様の現行搬送は本サービスで提供する伝票を使用した佐川急便、セーフティーサービス便、で行います。お客様に専用箱をお送りする際は通常便を使用します。重要事項7、移送中の事故、災害時の保証。損害賠償の限度額は佐川急便、セーフティーサービス便、の上限三十万円となります。 紙文書原稿の損否及び破損について弊社はその責任を負うことはできません参考情報「リコーお手軽箱スキャンサービス」のサービス内容詳細につきましては「リコーお手軽箱スキャンサービス」サービス紹介ホームページをご確認ください資料ダウンロードも可能です「リコー